え、まさかね。やばいと思うわ、このピンポン。本当に無理。マジで無理。やめてほしい。おい、おいだ。俺のクリエイターサポート、お前に教える。ANAI、アナイで決定をクリックだ。今日やっていきますのは、君らいくらお年玉もらったんの？12歳です。合計で1万もらったよ。え、合計で1万？僕2000円しかもらってないよ。また配信遊びに来てよ。はい、わかりました。うわ、最悪や。何クロですか？今届いたウーバーイーツなんか俺のところに。数えんのめんどいから見て。バーガーの巣、ハンバーガーの巣。なんということでしょう。ボケ。じゃあ明日この続きのフォートもやって、今からはナゲット食べながらツアーをやるわ。3万円分はやりすぎってこと。こんにちは、TikTok マロンよろしくさん、よろしくお願いします。え、本物っすか？いや、違います。え、え、本…え、え、くれなの？え、え、え、TikTok… 案内さんですか？え、案内さんですか？え、TikTok のマロンさんですか？はい。本物…本物ですか？え、まさかね。はい。ありがとうございます。これだけです。え、あ、ありがとうございます。そうですね。あの、そうです。はい、すいません。お待たせしました。ちょっと待って。いや、もう。ちょっと待って。少なく見えるもん。少なく見えるわ。ちょっともう。ちょっと待って。ちょっと待って。どうしよう、あったつけなさい、これ、あれだよ。おいしい、おいしい、最悪。なんかでも量がなんか昨日の感覚があるから、なんか少なく見える。うん、なんかさ、俺ももう感覚が麻痺しとってきてさ、なんかウーバーイーツにこう渡されたよ、ウーバーイーツの人に。これだけですかって聞いちゃったもん。なんかどこ流してる？え、どこ流してないの？え、なんだタイミングって。え、なんで、なんで、俺ちょっと待って。え、動画なんかえ、なにこれ。あ、どうぞ。あ、ただいまです。ね、やばいと思うわ、このピンポン。おい、見たよ、これ、おい。おい。おい、これ、振りか？振りなのか、おい。こんだけですかって、なんか聞いちゃったけど。振りなのかい？待ちの待ち、本当に無理無理、マジで無理、マジで無理。これ何？ちょっと待って、何？何やろ？ちょっと待って。餃子の餃子、ちょっとケンタッキーの餃子の王将はマジわからん。すっげえ。あ、ダメだ。ああ、カタカナで春巻きって書いてある。どうぞちゃうんや。スタンプカードが全部溜まっとる。ちょっと待ってね。ウーバーの中に入っとるスタンプカードが 3枚あの埋まってます。スタンプ誰？いや、もう言ってください。もうしないから許してくれ。あんないぞ。ちょっと見るか。何個入りによってはこのケンタッキーの4箱はあれやか。カーネルサンダース
肌見してくれない。おー、一個で家族の量よ。家族の量、もうチキン何本食わなかったよ、本当に。ねえって。ねえ、家族や。しかも、こんだけ頼んでこれだけですかって俺言っとったの、バケモンじゃない？ウーバーの店員からしたら。ありがとうございます、すいません。何個入れないの？ 8 ピースこれ。これ8ピースですか？ケンタッキー詳しい人。8ピース？お願いが2つあるぞ。一旦向こうに置いてくるわ。まだマックあるから。いいし、こっちやよ。餃子のご紹介いきます。まずは春巻き。これサイズはちっちゃい、手のひらよりちっちゃい感じ。見える？料理名がわかりません。辛そうなやつ。キムチ豚肉炒めみたいな。多分キムチと豚肉。豚キムかな？豚キム。まあなんかいろんなメニューね。エビチリ。五目焼きそば、ね。こっちの方が、ね、日替わり中華みたいな感じでね食える食えますよね。ありがとうございます。食えるか。酢豚。ちょっと待って、終わる。俺の大衆。野菜炒め。あ、一番好き。八宝菜。中華丼じゃないよ。米入ってたらマジ。中華丼です。あと、デザート。ありがとうございます。美味しくいただきます。ごまだ。俺もう一回来ると。なんか、来ない。いや違う、振りじゃないです。いや、嘘っす。なんか、違うんですよ。マックが衝撃的すぎて。その前日のあれがあるんで、マックの横にちょっと置いてきます。振りじゃないです。挑発じゃないです。頑張ってください。わあ、すげえ。ちょ、マジで俺実家持ってこ、これ。実家とかに。絶対社長やろ、こんな。こんな笑えるって、もうこんな。こんなも笑えるって。もうすげえ、化け物やで、ほんと、量が。えぐ。ありがとうございました。もうしない、しません、僕も。僕もしませんから。勘弁してよ、社長。人が死ぬ量、これは。あのさ、太るよ。太るどころの騒ぎじゃないよ、これ。だから、喧嘩売っちゃいけない人に売っちゃったってことね、結局は。で、さっき俺、チキンナゲット食べたしな、夜ご飯で。もう、中東一家には送りません。許してください。お願いした。この通りです。じゃあもうシャレになってへんのよな、この量はな。コメント何？30分後。何？は？ちょっと待ってくれって。50分。え？ちょっと待って、本当にライオンだ。いや、しんどすぎる。あっちよ。先輩、ちょっといくらはしたんすか？ちなみに聞いていいですか？そのスパチャくれ。ガチで全部食うからな、俺。廃棄しないからな。ちゃんと食っとるからな、本気で。俺今日泣きながらマック食っとったもんね。マックっていうワードを出さんでって配信に言いながら俺チキンナゲットを食べとったからな。食べないって断定するのやめてください。食べます。元カノみたいに感じる。もう忘れられない元カノ。えぐいて、ほんとに。もうほんまえぐい。あ、助けて。30分ね。ちょっと待って、さすがに。嘘でしょ。嘘だよね。あんないぞ。いや、ちょっとやっぱりこうね、配信に集中したいんですけど、その振り返るとヤツがいるみたいな。俺普段机の上何も置かないんですけど、ヤツいる。マジで8時間配信してちょっと動画のために撮影をしようと思ったら、これよ。やべや。やばい、もうちょっと待って、何倍返しこれ。これシュートには5000円しか送ってないよ。え、12倍。あの時の悟空の海王拳より上。10ベーダーより上やけど。YouTube つけれへん、俺もう。本当に余熱状態。夢ならばどれほど良かったでしょう。アネジさん、社長に何も言えん、俺。ありがとうございます、本当に。これが縦社会、これが体育会系。ありがとうございます。うっす、あざっす。食費はマジでね、チキンナゲットしか食べてないから、今日の食費は0円。昨日もマック。
夜チキンマックナゲット食べて、で今日の昼も食べて、でもそのまま配信ずっと8時間つけっぱなしやったから、ずっとチキンマックナゲットを食べとる俺。これはえぐいですよ。かわいそうなのでこれでマックでも買ったけど、追い打ちっていうんやでそれ。俺さ多分 Uber の人に大パーティーをしとる人と思われとるで多分。相手は嫌じゃないだろうなと思ってても嫌なこともあるんだよってこと、これを俺はね配信を通してみんなに伝えたいなって思う。俺は喜んでもらえると思って Uber を送ってた。うん、でも違った。それはやっていただいて気づいたこと。だから送る人を選ぼうねって話やね。中途はもうリストから消します俺は。で多分3万円になると人間はちょっとさすがにビビる。5000円ぐらいがベストなんだなって気づきました。ありがとうございます。チャージありがとうございます。5000円までにします。3万円は、心配が勝つという結果に、ね、なりましたね。あがなんかお腹いっぱいだ。ご飯だいぶ前に食べたけどお腹いっぱいすぎる。なんかさ、そのあんまり俺にいたずらをするってないじゃん。できないじゃん。みんなやんないじゃん。社長だけやで俺にいたずらするの。案内先輩のメンタルズタボロよ今。ズタボロ。いやもうちょっと当分ウーバーはね、ウーバーはウーバーやね。こんばんは、仕事終わりました。乾杯。飲む飲む。俺飲んだら食欲が出てくるタイプだから飲むか。飲みながら競馬やりたいな。あと20分。案内さんの住所知らない人にウーバー送った方がいいんじゃない。ありがとうアドバイス。そうする。ちゃんとね懸念材料としてあったんよ送るときに。ただ俺の住所知ってるから仕返しが怖いなって動画で言ってしまったことがこのウーバーの呼び水というか、誘い水というか、まさにそう。アネさん A2 に入りたいです。それお前チョッパーを口説くためやろ。 A2 チョッパーのガチ恋勢シノピー、そんな不純な動機では入れません。あと10分ぐらいで届く。 OK です。しかも髪ボッサボサやしね。そうなんかその動画準備してないからさ、昨日はたまたま出かけてたから、まあ昨日もボサボサやったんやけど出かけた後。でも今日なんでも何もうすごい風呂入って配信して寝ようかなって思っとる時に来たからね。来ることが分かってるのもまた嫌だね。来ることが分かってるってのも嫌なもんですよね。シャンクスやってください。お前はウセロン死ね嫌いだ。うん、歌お前は俺の娘じゃない。どっかで拾ってきた。帰れあのシャンクスにも気合が入らない。自己責任だけどマックはバッカは体に悪いから。でも最初ちょっと中華でね、とりあえず当面のちょっと食事予定はまずケンタッキーでしょ。で次の日中華で、ケンタッキー中華。でもなんか本当に2週間分はローテできるから、確実にちょっとそれはちょっと食べたいなと。ケンタッキーは冷凍できる。まあね、確かに冷凍するか。でもね、冷蔵庫を送ってください社長。あの次でっきいやつ案内さんに恐怖を後で与える方法。いやまあ間違いない。ウーバーの置き配ね、明日家出た時にまだ届いとんのみたいな。いやでも1回俺ん家のセキュリティはピンポンを2回押さないといけないから、まあもう来るんちゃう。もう来るね。来ました。もうビビらない。2袋。うっす。はい、これ皆さん量多いな。これは嬉しい。で鶏肉ばっか。皆さん名古屋名物元祖手羽先唐揚げフライボーっていうところの手羽先じゃない、エグデカチキン。手羽先ちゃうんやけど、このエグデカチキンが4本。これが多分さすがに手羽でしょ。オープン。何唐揚げか。チキンばっか。でも唐揚げ嬉しい。これ飲めるね確かに。もう不思議と嫌じゃない。覚悟を決めた男は強いね。もう食べるぞっていう気持ち。これ全部ちょっと手羽先はあるやろさすがに。6個入り唐揚げが2個。手羽先オープン。6個入りから…え待ってくれ頼む。手羽頼む。俺絶対手羽ですこれ。待って、マジ手羽ないぞこれ。いや、ある。あ、皆さん来ました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 。どう？俺見えてない。
でね。見てこれ、このでかさ違うよさっきの。でこれ出ます、確実。これで俺は飲みます、お願いします。おね、クソデカもも肉だけはやめてほしい。おえー、多いな、お多いな、何個えぐ手羽は手羽やけど多いな。ありがとうございます、すいません。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2ダース。これ次からもう手羽頼むとき、あ、ごめんなさい、これ、これでっつって、手羽これで、あ、2人前です、いや、ダース、やかましいわ。あんないぞ、スタジオ、ありがとうございます、ありがとうございました。今から手羽先食います、ちゃんと無駄にしないように。